付箋に飛ぶ気分胸にしみるのよ。素敵な本を教えてくれる。ずっと守ってくれた大切なラッキーミチャーム、微笑むわ。幸せな雨上がりに窓の向こう、虹をかけて涙が乾いたなら恋が始まる。ときめきの昼下がりに空の彼方、夢が見えるあなたのラッキーチャームになりたい。はい、皆さんこんばんは。はい、はい、皆さんこんばんは。恵方巻の絵、中目黒の中、24の瞳の瞳、歌手の絵中瞳です。はい、障害獲得賞金0円、プロテニスプレーヤーの南雲和則です。今日もね、瞳ちゃん、楽しくお送りしてまいりましょう。そうですね、はい、はい、マイラッキーチャーム、はい、はい。さあ、僕は障害獲得賞金0円なんですけど、頑張ろう南雲さん、頑張ろう、はい、プロテニスプレーヤーなんですけれどもぜひぜひね、今年は出るようにね、頑張りましょう。まあ、頑張りたいんですけども、テニス界、はい、すごいね、そうなんですね、ビッグニュースが入ってまいりましたけども、はい、はいはい、大坂なおみさん、はい、素晴らしい全豪オープンというね、優勝しました。もう南半球はね、夏なんですね。もうなんかテレビで見てましたけども、ものすごい暑そうな、暑そうでしたね、頑張りましたね、頑張りましたね、うん、ねえ、なんか途中でね、ちょっとおトイレ休憩して、こうメンタルをもう一回取り戻して、うん、またコートに戻ってきた直美選手はかっこよかったですね、うん、かっこいいですよね、うん、もうサービスがすごく早くて、早い、見えないと思います。これで2つ目のね、メジャー全米オープンと全豪オープン、ね、取りました、はい、どちらもあの、なんていうんですかね、あのコートが陸上トラックみたいなコートなんですけど、はい、あれはハードコートって言うんですけど、ハードコート、大坂選手はあのコートがとても得意なんですね、はい、ハードコートがお得意なんですね、うんうん、でこのあと5月には全仏オープン、全仏、そしてもう一つのメジャーなんだかわかりますか、なんでしょう、ウィンブルドンというのがイギリスであるんですけど、ウィンブルドン、はい、これはまたちょっと、はい、芝生と 土、はい、土なので、またちょっと違う感じですよね。そうなんですよ、サーフェイスが違うので、この辺がね、あの大坂選手のプレースタイルからするとちょっと全仏とかは苦手なタイプかもしれないんですけどね。そうなんですよね、うん、やはりこうコートによってもこうボールの、うん、こう回転とかも違うんでしょうね。違いますね、弾み方も違いますしね。そうですよね、はい、やっぱりね、選手いろいろ得意とか不得意とかあるんでしょうね、うん、その辺を全部克服すると、まあ、グランドスラムといってね、全てのメジャーに勝てる選手になると思うんですけども、まあ、次の、アンツーカーの全仏はラリーが、ね、続きやすいので、あ、はい、だから大坂選手がこうハードコートだったら決まったと思ったショットが、まあ、球足が弱くなるので相手に拾われたりして、あ、なるほど、イライラしないようにしていくとね、またチャンスがあるなと思うんですけどね。そうですね、うん、とにかく落ち着いてプレーをする、動揺せず、はい、ね、そうですね、頑張ってほしいと思います。頑張ってほしいです、はい、僕も見習いたいと思います。頑張ってください。ひとみちゃんもなんといってもテニス部ですよね。私あの万年補欠でした、はい、レギュラーにはなれませんでした。補欠ってなんかすごい下手なイメージがあったんですけど、なんかある時聞いたらテニス部員が80人ぐらいいるんですよね80人いてレギュラーが5人です。レギュラー5人、はい、でその次レギュラーがもし試合中に怪我した時のために、ね、一応試合の時についていく、そう、一応ついていくだけだから6人目と7人目なんですよねでも大したことないです。大したことありません。80人いるうちの6番目と7番目ですもんねただあの顧問の先生がね、うん、あの瞳たちは、うん、すごいこう頑張ってると、うん、だけど実らないけど、この頑張りを、ね、実力じゃなく選ばれた、ね、そうなんですよね。じゃあ最後だから出てみる、うん、って言われて、うん、出たらもう負けました。どうもです。人生はまだ長いですけどね。そうですかね、頑張りましょう。もう本当にどんくさいんですよね。はい、はいはい、じゃあこれからもね、機会があったらテニスをねやってください。そうですね、はい、どんどんね、やりましょう。南雲さんに教えていただければいいんですね、はい、お教えします。はい、はい、お願いします。ラケットの持ち方から。そうですね。はい。はい。
では今日のね、はい、テーマなんですけども、はい、ひとみちゃんは、はい、1月に新しい曲を配信しましたね。そうなんです、はい、なんていう曲ですか？はい、落語女子です。落語女子、私を寄席に連れてって、はい、はいはい、その寄席、落語についてちょっとお話をね、二人でしていこうかと思うんですけれども。そうなんです。ひとみはですね、うん、落語、うん、よく行くところがありまして、はい、新宿のね、末広亭に行きますよ。寄席に行ったことがあるんですね。あります、あります。大好き、寄席、落語楽しい、楽しい。寄席って多分なんかリスナーの方、あんまり行ったことがない人もいると思うんですけど、どんなとこですか？そうですね、とてもこうレトロな感じで、うん、落ち着ける場所、うん、まあ一日中いても飽きないかなみたいな感じですね。落語家さんがね、たくさん次から次へ出てきて、時々紙切りの人とか、そうそうそう、漫談とか出てきてね。そうですよね。あれ 4,5 時間入れますもんね。そうですね、ずっといられる感じでね。で、新宿だとこう昼夜入れ替えがなかったりするので、うん、お昼ぐらいに行くと夜9時ぐらいまでずっとね、昔なんか入れたですけど、今はどうなのかな。ね、どうなんですかね。うん、でもそれでも5時間ぐらいは入れますもんね。そうですね。なんかアイスを食べ、2000円ぐらいで5時間暇を潰せる場所ってそうそうないですよね。あ、そうですね。あれ、そういえば南雲さんって落語とかやられてましたよね。落語、あ、そうですね。20代の頃ちょっとライブとかで落語をやったり。ちょっとやってみてください。聞きたいですよね、皆さんね。いやいや、あれ、たまに聞くときがあるんですけど、かなりうまいです。うまくないです、本当にうまいです。まあ当時ちょっと練習したんですけど、まあ自分に才能がないなと思って諦めたんですけど、ひとみちゃんも結構落語聞くんですよね。聞きますね。好きな落語家さんとかっています？あ、そうですね、ちょっとね、教えていただいたことのある、うん、関関亭新太郎さんと、うん、春風亭伝子さん、はい、はい、不安です。二人とも真打ちですもんね。真打ちなんですよね。真打ちに教わってるの？そうなんです。たまたまね、うん、一緒にそのライブで、はい、お供したことがありまして、はい、その時にね、うん、小話とか教わりました。なんか今日やりたい小話。あ、そうですね、うん、じゃあ、うんうん、ちょっと一つやってみようかな。一つやりますか？はい、はい、何やりますか？はい、そうですね、じゃあちょっと、はい、一席したいと思います。監獄、うんうん、さん、あなたの好きな野菜は何だい？ノース。どうでしょう？どうでしょう？どうでしょうね。喜んでいただきました、今ね、たくさんから。ここスタジオでね、収録、放送してるんですけども、もう、窓の向こうに、もう、ディレクターさん、はい、エンジニアさん、はい、もういっぱいいらっしゃるんですけど、はい、もうみんな報復絶倒ですよね。そうなんです。なんかちょっとこう、クスクスとね、はい、はい、はい、苦笑いの方は。アイドルシンガー、演歌歌手が、ナースですもんね。よかったですね。よかったですね。面白かったですか？面白かったら丸は、よかった。サムアップされました。よかったですね。なんていいディレクターさんとミキサーさんなんでしょう。まあ、リスナーの皆さんも、はい、はい、もしこれ聞いてね、はい、面白いと思いましたら、ひとみちゃんの落語女子という歌がありますのでね、はい、これが配信されておりますので、でレッツダウンロードということでございますけど、はい、落語って、もういっぱいたくさんお話あるじゃないですか。はいはい。好きな話っていうのなんかあります？ひとみちゃんは。あ、時そばっていうのが好きですね。時そばってどんな話ですか？あ、おそばの話です。そりゃそうだろうね。時そばでうどんだったらね。南雲さんはどんなお話が好きですか？そうですね。僕は、はい、落語って皆さんなんか面白いとか笑うだけって思ってるじゃないですか。そうですね。でもね、結構意外に泣ける話があるんですよ。あ、人情話。人情話が好きで、はい、その中でも、トーナス屋星団という。トーナス屋星団、はい。まあ、三遊亭圓生師匠とかがね、うんうん、得意だったんですけど、これを聞くともう本当にボロボロ泣いてましたね。そうですか。はい、私一度南雲さんのその落語、はい、を聞かされたことがあります。聞かされた。迷惑。眠かったんですか？電話で。電話で。ちょっと聞けと。え、今聞くのみたいな。電話で、公共の電波でバラす感じですよね。はい。
電話で聞かされました、はい、聞かされました、はい、途中から寝てましたもんね。はい、そんな落語もあるんですよ、寝床っていうね。あ、そうなんですね、はい、落語はもう本当にいろんな生まれてから死ぬまでお金を借りる時の話だったり、はい、ただでお酒を飲むにはどうしたらいいかとかいろんなストーリーがね あるので生きるヒントになります。そうなんですね、はい、落語は人生のヒントなんですね。ヒントなんです。はい、はい、そんなね落語大好きな女の子が落語への熱い思いを歌った歌をじゃあこの辺でね、はい、聞いてもらいましょうか、はいはい、落語女子聞いてください。はい、はい、道に
はい、聞いていただきました。はい、ありがとうございます。の落語女子、はい、私を寄せに連れて行ってというね、はい、サブタイトルまでついておりますけども、はい、今日2月の13日、もう日付がね、変わりまして、そうですね。2月の14日、はい、なりました。じゃじゃじゃん。うん、何でしょう。バレンタインデーですよ、皆さん。バレンタインキスのバレンタインデーなんですよね。で、バレンタインデーって、良くもあり悪くもあり、不思議な感じですよね。まあ、あげる方はね、最近ギリチョコとかもあるので、こう大きな会社に勤めてたりすると、そのね、課の中とかに男の人がたくさんいると、こうチョコレートを買わなきゃいけないから、平日にバレンタインデーが来ると嫌だなとかね、そんな憂鬱な人もいるんじゃないかと思いますけどね。そうですよね、出費が重なりますもんね。でもらう人は嬉しいですけど、そうですね、まあもらえない人からすると、この日はなくなればいいのにって思ってるよね、きっとね。そうなんですよね、うん、なんとあの南雲さん89個の記録があるんですよね。すごい大表で。そんなことない、今も持っててらっしゃいますけどね。全然です、はい、89個ですよ皆さん、ね、違うんです、すごくないですか。正しくは86個。あれ、はい、くださいって言ったことがあるんですけど、あげないって言われました。オブジェですか。オブジェですね、はい、本当ですか、羨ましい。全然ですけどね、人じゃなんかバレンタインで思い出とかありますでしょうか、はい、そうですね、中学校2年の時に、はい、あのクラスの好きな男の子に、ちなみに何くんでしたか。あ、ちょっとこれ秘密だ。これは秘密だ、聞いてるといけないもんね。でその子に、はい、あのチョコレートと一緒に、うん、手編みのマフラーをすごい差し上げたんです。これポイント高いですね。ちょっとお付き合いはできたんですけど、やったー。だけどなんかちょっとダメになっちゃいました、ね、うん、すぐダメ。まあね、今日ね、もう日本中でそういういろんなドラマがあると思うんですよね。そうですよね、もうずっとこの日のためになんか温めてきた、なんかこう秘策、ね、プレゼントと一緒にチョコレート渡したりとかね、はい、また男の子からするともらえるかなとかね、ドキドキね、ルンルンキュンキュン、ね、あれみたいなね。そうですね、まあ自分も大概の年はもらえなくて落胆してましたけど、はい、そんなことないと思いますよ、はい、86個ですからね。いえいえいえ、まあ2月14日がバレンタインデー、はい、チョコレートもらったら3月14日はホワイトデー、ホワイトデーなんでね、はい、あのいただいた方にはちゃんとクッキーをお返ししましょう、はい、でももらったりもらえなかったりね、いろいろだと思うんですけど、うん、こういった時って悲しいですよね、うん、そうですね、バレンタインデーにチョコレートをもらえない男の子、はい、そしてホワイトデーにクッキーをもらえない女の子、はい、この人たちは4月の14日に、はい、この日なんだか知ってます。はい、何の日ですか。4月の14日ブラックデー、それは何ですか。そのね、悲しい、チョコもクッキーももらえない男女が集まって黒いものを食べるっていう日があるんだそうです。あるんですか。これはね、韓国とかでは割とポピュラーなので、これから日本で僕は流行ると思いますので。そうですね、はい、なんかオフ会、ブラックデーオフ会とかね、楽しそうですね、開かれるかもしれないですね、はい。まあ今日一日でみんなキュンキュンワクワクしながら、もしダメだった方はブラックデーということで ね、はい、じゃあ私も用意しておこう、ごま、ごま、まあ黒いものですから何がいいですか、何がいいですかね。イカスミのパスタ、あ、はい、そうですね、ちょっとお互いにそれを食べましょうか。食べましょう、はい、はい、じゃあここで、はい、スポンサーさんからのプレゼントでございます。リスナーさんのプレゼントですけども、はい、今日の、はい、プレゼントは株式会社ナウンドから出ております、はい、コミック3冊でございます、はい、はい、みたらいくんの冒険です。みたらいくんの冒険1巻、はい、2巻、3巻です。そうです。これは、はい、ミステリー界の巨匠島田宗司先生がお書きになった原作のものを源はじめさんがコミックにしておりますけれども、はい、そうですね、名探偵みたらいきよしってね、有名なんですけれども、はい、有名なんですよね。テレビでも映画でもやってますけども、そう、テレビでしたかね、映画で、玉木宏さん。そうですね、映画ですね。映画ですね、はい、玉木宏さんが、はい、見たらい。見たらい役をやってましたけど。そうですね。この見たらい少年が、はい、少年時代はサンフランシスコに住んで、すごい。数々の何事件を解決したという。素晴らしい。そういう、第1巻がブローフィッシュ教殺人事件、第2巻、3巻がマンモス館殺人事件でございます。はい。こちらの本をプレゼントしたいと思います。はい。はい、こちらの、何人の方に当たりますでしょうか。はい、今日はですね、うん、5名の方にプレゼントしたいと思います、はい、はい。そして番組からもオリジナルの缶バッジキーホルダーができました。はい、できました。2人の似顔絵、はい、キャラクター入りの缶バッジキーホルダー、はい、さてこれ欲しいって方がいるかどうか、どうかなちょっと不安なんで、不安なんです。今回は何人の方に、じゃあ
とりあえず1名の方に差し上げたいと思います。はい、どしどしご応募ください。ご応募ください。応募先をじゃあお願いします。はい。はい。mail@775fm.com mail@775fm.com まで、はい、どしどしご応募ください。はい、応募ください。はい。はい、文章のね、最初に、江中ひとみ南雲かずりマイラッキーチャームというふうに入れてください。そして感想とかもね、そうですね。添えてくれると当たりやすくなりますので。そうですよ。はい。かっこいいとかね、南雲さん。かわいいとかね、江中さん素敵声がとか顔もいいとかね。そういうのがあるともう優先的に。嬉しい。優先的に差し上げたいと思います。はい。はい。ではそれではひとみちゃん情報でございます。はい、はい、ひとみちゃんの何か告知とかがありますか。はい、告知はですね、はい、あのふるさと私の生まれ、はい、生まれた今 BGM で流れております。そうですね、常禅寺通りで抱きしめて、うん、はい、この歌がね今あの好評配信中でございます。ぜひ皆さんダウンロードしてね聞いてくださいね。ひとみちゃんのふるさとは、はい、宮城県の、そうです、宮城県仙台です。仙台の一番有名な繁華街なんですね、常禅寺通り。常禅寺とこうジャスフェスティバルとかね、うん、秋にはありますし、うん、あとあの12月にはね光のページェントという、うん、はい、もうイルミネーションが、イルミネーションがね、光り輝く、はい、仙台の街がねいっぺんに黄色になります、うん、はい、その常禅寺で抱きしめとか今配信になっておりますので、ね、そうですね、はい、ぜひぜひダウンロードして聞いてください、はい、そしてライブもありますね、はい、はい、ライブはですね2月24日うん、はい、こちらですね金曜日なんですけれど、あれ日曜日です、失礼いたしました、はい、2月24日日曜日、うん、こちら恋は如月、恋は如月、はい、2月は如月ですもんね、如月ですね、うん、はい、神楽坂マッシュレコーズで、もう駅から近いです。そうですね、はい、1分です、徒歩1分です、うん、はい、こちらですね開演は、はい、19時から15時ですね。あ、15時です。あら、なんかすみません、皆さん。昼の3時ですよ。はい、日曜日なんでね、はい、昼間です。間違いました。昼の15時からですよ。はい。はい、入場料は1000円で。はい。で、豪華プレゼントもね、そうですね、松坂牛とかも当たりますので、皆さん来てください。で、この間はね、はい、松坂牛当たりましたね。まあ、毎回当たるのでね。ね、はい、いろいろね、いろんなニベアとかね。他にも入浴剤とか、はい、あとは。ギフトブック。バーボンとかも当たりますので ね、はい、でね、楽しみに来てください。じゃあもう一度言いますね、2月24日恋は如月、うん、はい、神楽坂マッシュレコーズ、はい、開演15時から、はい、ぜひ皆さんお越しください。そして CD も出ます。はい、 CD はですね、さよならに魔法をかけて、うん、はい、こちらがですね、あの2月に、はい、2月の末ぐらいにね、はい、全国リリースになりますので、はい、ぜひ皆さん聞いて買ってください。 Amazon とか楽天とか、そうですね、本屋さんでも注文できますのでね、はい、はい、1枚1000円です。1枚1000円です。はい、お願いします。お願いします。さあ、25分は早いです。はい。もう残り2分を切ってまいりまして、エンディング曲、はい、今月は二人のすすきので振り向いてが流れてまいりました。はい。ひとみちゃんね、北海道、去年は大きな地震があって、ね、勇気づけなきゃいけないんですけども、ひとみちゃんは北海道と割と縁があるんですよね。そうなんですね。あの、北海道ベースボールアカデミーの、うん、はい、サポートをしておりまして、はい、支援をしてるんですね。支援していてですね、これはどこにあるんですか。これはね、札幌にあります。富良野ですね。あ、間違っちゃった、ごめんなさい。あ、なんか今日はごめんなさい。ラベンダーで有名なあの北の国からの富良野、富良野にございます。はい、はい、そこですね、あの瞳のユニフォームも、はい、作っていただいて、ユニフォームにね、背中に江中瞳って入ってるんですけど、はい、そうですね、1103番、はい、はい、これはもう世界中からね、あのメジャーリーグとか日本のプロ野球を目指す若者、特にアフリカ、はい、ブルキナファソとか西アフリカの国の若者たちが集まってね、はい、毎日毎日野球の練習をしております、はい、もうすっごいねフィジカル能力ありますのでね、はい、今あのメジャーリーグとか中南米の選手多いですけど、これからはアフリカの選手が富良野から育つかもしれない、はい、江中瞳のユニフォームを着て、そうですね、頑張って練習してくださいね、はいはい、応援してみましょう、応援しましょう、はいはい。さあ、そうこうしているうちにもう時間が少なくなってまいりました。はい、はい、今日もね、お夜遅くまで聞いていただきましてありがとうございます。はい、では、それでは次回のマイラッキーチャームまで See you!